皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、こちらにもう出ている通り、スカルパンダさんの新作エブリデイワンダーランドの開封をしていきたいと思います。で、音声後取りなので聞きづらかったら申し訳ございません。今回ね、これ開封していくんですけど、見てもらって分かる通り、割と集まってですね、全部で10ぐらい集まったのでですね、残すところあと2つになりました。で、足りないのがアリスとお茶会のうさぎの2つだけ手元にないので、まあ、それをね、狙っていこうと思います。で、ここまで来ると相当かぶり出すと思うので、あまり期待はしないでいただけるとありがたいです。早速開封していきましょう。とは言ってもですね、ちょっとビビって今回は4つ購入してきました。前に池袋で買ったやつとプラス1個だね。まあ、今ちょっと動画内でアリスとお茶会のウサギがないよってやってます。じゃあ1つ目開けていきます。何が出るんでしょうか。あ、出落ちですね。マットハッターが出ました。マットハッターはね、もう一つ持ってるので、お譲りに出したいと思います。いや、やっぱり難しいよね。あと2つだからね。さあ、本日2箱目いきましょう。何が出るかな。ちょっと先にね、カード見ましょう。せーの、アリスというわけで、すごい速さで開けてるね。めっちゃ興奮した、この時。アリスじゃん言うて、声はちょっと出してないですけど、やっぱ今回ね、アリスモチーフということで、アリスすごい人気でね、主人公がなかなか出てこないって感じだったんで、もうほっとしてましたね。マジで可愛いの。本当に可愛い。ただこのトランプがね、なくしちゃいそうで、もうそればっかり考えてた。なくさないかなって。これちゃんと入ってるかなとか言って。というわけで、2箱目にやっとアリスが出てきました。ああ、残すは、お茶会のうさぎ。のみ一狙いよ。もうほんと悪夢再びだよこれ。じゃあ3箱目。やばいよね、ほんとラス1よ。ちょっとカードをね、せーの、ドン。この子ね、2つ目なのよ、かぶり3つ目か。なので、またお譲りに出したいと思います。やっぱ難しいよね。そして今回ラスト1つです。もう1個よ。何が出るのか。あー、ハートの女王、これを持ってるのでですね、お譲りに出したいと思います。というわけで、今回はまあ一応ね、アリスがね出てくれただけマシよな。本当にこれを、これでもうね、お茶会のうさぎのみになって、あの、ちなみにアリスが寝てたらね、こうやりたいというか、こうしたいって思ったことがあって、それがね、こちら
ルナトイさんっていう方のね、この水晶のソフビもすごい好きで、ちっちゃいやつをね最初に買って、で渋谷のあのパルコの中にある、なんていう名前だっけな、 TBS さんかな、で見つけて買ってね、置いてあったのを引っ張ってきて、でアリスといえばこの形でしょ。めっちゃ良くない？色的にもさ、なんか浮いてる感じ的にも。でも微調整がめっちゃ難しくてさ。ほんとね、おすすめ。マジでいろんな種類あるからね。ぜひこのルナトイさん、検索してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。